次が100から引くことの 75.6 で、よし、できた。よしよし、前回桜前線最後の地北海道にて大活躍してくれたスロウミ物語をその後も僕は打ち続けているのですが、これが相変わらず絶好調。しゃあっていうか、なんか尋常じゃないくらい勝ち続けているのだ。よし、次。次は、実は桜前線終了後も北海道のあまりの状況の良さに、全ホール透過、客層が良い、スロウミ物語設置店が多いなど、すぐに帰るのが忍びなく、しばらく札幌に滞在しスロウミ物語を打ち続け、その間3日間で約31万円という収支を上げ、6月9日には万枚も達成しちゃったのだ。その日は計7点をはしご打ったのですが、1日の収支としては過去最高の28万2000円を記録。しかも稼働は全部合わせてもたったの6時間でした。さらにその後、北海道に比べ条件的に厳しい 5.5 枚交換も多く、ST 機の攻め方に詳しい客も多いと思われた地元岐阜、愛知に戻ってからも勝ちっぱなしなのです。いやー、思ったほどこっちでもライバルがいなかったんだよね。ちょうどリオデカーニバルや祭りの達人の真相時期と重なったこともあって、ライバル客はそっちに流れちゃったみたいなんだよね。というわけで今回も今が旬のスロウミ物語の立ち回りを大公開しちゃおうと思います。題して、七海流スロウミ物語勝利のレシピ完全版。それでは早速行ってみましょうか。まずは下ごしらえから。用意するものは地図に携帯電話。地図は詳しい町名番地まで載っている道路地図が良いでしょう。一冊3000円ほどしますが、過去の経験からして地図はケチらない方が良いのです。携帯電話でパチンコ店検索サイトを参考にスロウミ物語設置店をチェックし、地図上に記します。設置台数なども書き込むといいでしょう。これで各店の位置関係がはっきりし、ロスなくはしごを打つことができるわけです。下ごしらえはこれで完了。ここからが本格的な立ち回りである。基本的には前回お伝えしたその1、500ゲームから600ゲーム間のゾーン狙い、その2、700ゲーム以上の台、その3、ノーボーナスで500ゲーム以上の台の3点であるが、今回はより詳しく、より実践的な立ち回りを紹介しようと思います。まずはなぜ500から600ゲーム間のゾーン狙いがいいのか、その根拠は。それはズバリこの立ち回りの隠し味、いやむしろ決め手とも言えます、平均余命理論によるものなのである。なんて言うと難しく思えるかもしれませんが、これは各ゾーンごとに違うボーナス期待値のことを僕が勝手に命名しちゃったのだ。この表はスロウミ物語設定1、ノーマルモード時における ST ゲーム数選択率です。一見したところ一番期待できそうなゾーンは1から50ゲームの 18.55% に見えますが、果たして本当にそうでしょうか。答えはノー。これは0ゲームから打ち始めた場合の平均寿命的な視点からの選択率に過ぎないのです。ボーナスの期待値を考えるなら、天井前の1151ゲームから1200ゲーム間のゾーンが一番高く、ストック切れのない限り 100% 放出される計算になります。次に期待値の高いのは一つ手前の1101ゲームから1150ゲーム間です。1101ゲームから1150ゲームか1151ゲームから1200ゲームのどちらかのゾーンでヒットするという状況にまで煮詰まっているので、
ヒット率は約 50%。 正確に計算すると 50.83% です。で、その次が1051ゲームから1100ゲーム間の 33.424% となります。お分かりいただけたでしょうか。この数値こそが僕の言う平均余命的な期待値というわけです。平均余命の算出法は下の通りである。そしてこれが全てのゾーンの平均余命を算出したものです。こうして見ると700ゲーム以降は狙い目だということは一目でお分かりいただけると思います。そして550ゲームから600ゲーム間の数値もその前後に比べると突出していることがよく分かっていただけると思います。さらに意外にも51ゲームから100ゲーム間の 10.18% より351ゲームから400ゲーム間の方が 10.99% とヒット率が高いのです。こういったことは実際に計算してみないとわからない大きな発見でした。だったらこの351ゲームから400ゲーム間は狙えるゾーンではないのか。その通りである。しかしこの数字はあくまでノーマルモード時のもので、ノーマルモードでは期待値が高いゾーンでもハイパーモードではそうでもないゾーンがあるので注意が必要です。とはいえ核変モードを抜けた直後はほぼノーマルモードに移行するし、それ以外の場合もハイパーよりノーマルに振り分けられる割合が大きいので、51ゲーム以上回っている台はノーマルモードに滞在している可能性が高いんですけどね。ま、以上を踏まえてモード別に狙い目を絞るとこうなります。で、どちらかわからない場合は両者に共通しているとなるわけで、現実的に拾えるゲーム数500ゲームから600ゲーム間か700ゲーム以上の台を狙うことを立ち回りの基本にしているというわけです。最後に酔い腰狙い時におけるデータチェックのちょっとしたコツについて、酔い腰狙いの場合前日の閉店間際にデータチェックするのが理想ですが、旅打ちの僕の場合なかなかきついところである。しかし前日チェックしなくても最終打ち込みゲーム数が予想できる場合があります。前日ボーナス数が少ない台であれば総回転数から粒の総数を引けばいいのです。例えばこんなデータなら、閉店間際600ゲームから700ゲームほどハマったと予想できるわけです。以上の要領で一つのホールを打ち切ったら地図を見て次のホールへ移動、あとは同じことを繰り返すだけです。これで七海流一つ忘れてた、やめ時に関してですが、やっぱり150ゲームでやめるのが理想的ですね。なんだかんだ言ってきましたが、あまり難しく考えず、ある程度のハマり台に座り、当たったら150ゲームやめを実行するだけでもそこそこの収支はついてくると思いますよ。ということで以上が七海流スロー見物語勝利のレシピでした。このレシピで僕はこんなに美味しい思いをしました。ちなみにこれを時給換算してみると、なんとこの数字は現在のところ歴代1位なのです。参考までにこの数値に近いものを挙げると、そしてこれらの時給の高い3機種に一つ共通していることがあります。ライバル客が少なかった、これに尽きるのです。いくら基本スペックが甘い台やゾーン狙いが有効なストック機があったとしても、ライバルが多ければこんなに勝つことはできなかったでしょう。ま、しかしながらスロー見物語の場合、地域によってはまだライバル客が多いところもあるかもしれません。そういった地域では400ゲーム以上の台なら狙っていくのもありだと思います。期待値は下がりますが、高設定なら十分プラスが狙えると思いますし、設定1でもそれほどの大怪我はしないと思います。